あら、もう果ててしまったのですか？残念ね。あなたなら、もっと長く楽しませてくれると期待したのに。でも、こうして見下ろしているだけでも、格別な味わいがありますわ。ねえ、けなげなマスターさん。あなた、孫悟空の話を知っていて？今、私はその気分。手のひらの上で、人間を転がすのは楽しいわ。ああ、でも、ごめんなさい。もう体を抑えきれません。あなたで遊ぶのはまた後で。まずはあの星を平らげてしまいましょう。お眠りなさい。ご行善の祝ろうとはいきませんが、しばし、私の手の中に、しまわれてくださいね。